こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。夜中に無性に特大のステーキをむさぼり食いたくなるときってあるよねのコーナーでございまして、本日私八王子の方にやってきておりまして、あ、もうそのお店の看板見えましたけども、早速特大ステーキの写真出ております。美味しいステーキ、朝5時まで営業、ビリーザキットさんでございまして、朝5時までこんなステーキいただけるお店、最高すぎますよね。看板を見ていきますと、今は営業時間ね3時までですね、18時から3時になっておりまして、この方の顔めちゃくちゃ悪だくみしてそう。そしてやはりアメリカンスタイル、ビリーザキッドさん、このやっぱ木の感じでドアノブが銃になってます。やばいね、これめちゃくちゃ味出てますね。これってこうひねればいいのかな、どうすんの、あ、普通にこう引っ張るんだ、そういうことね。さあ、というわけで入店しましたけども、店内の雰囲気マジですね、これめちゃくちゃ期待できます。なぜならこの味のある雰囲気からの椅子が、そうです、樽です、樽の椅子になってますよね、それはね。で、壁見ていきましても、もう全部世界観バッチリでございます。で、カットステーキなんかもめちゃ美味しそうで、メニューの方を見ていきますと、八王子店限定オリジナルメニューサイコロステーキなんかもあったりしまして、当店自慢のオリジナルマスタードソースが絶妙、おすすめの一品ですとのことです。そしてこう開いていきますと、ウエスタンカットステーキ、これ美味しそうだよね、これだよね、めちゃくちゃ美味しそう。あと、もうこれで決まっちゃってもいいくらいなんですけども、セットメニューなんかもありまして、テキサスステーキ 400g とか、キットステーキとか、ジャンボハンバーグ、インディアン、でサイドメニューなんかもブラッドチョリソー、タコスとか、パンチョハンバーグ、エローテ、焼きコーン、皆さんあんまりエローテに引っかかないでくださいよ、チリコーンとかあったりですとか、サイドメニューはサラダ、生野菜サラダとメキサラダがありまして、スープはコーンスープとメキスープあったりしますね、激辛なんだメキスープは。そしてライスは大盛りライス、パンライスとあります。ドリンクはやっぱドクターペッパー、ペッパーさんいらっしゃるんだ、こうありますと。テキサスステーキセットで、はい、ご飯大盛りでお願いします。あ、じゃあレアでお願いします。レアで、はい、はい。さあ、セットのサラダがやってまいりまして、こちらがメキサラダというやつですね。セット用のサラダは変わってますよね。いただきます。はい、はい、ありがとうございます。もりもりです。そしてライスは富山県産コシヒカリ使用ですって。ありがとうございます。いただきます。はい、うお、はい、ありがとうございます。待て、いや、でか、うまそう。鉄板からちょっとはみ出さんばかりの広大な面積、でかくて、ライスの大盛り感もたまんない、ライス越しのお肉もたまんない、めちゃめちゃいいね。自分の手と比べてもこんなでかいっていう、深夜に罪悪感たっぷりなボリューム、いただきます。で、胡椒ガンガンに振ってありますね。そして溶け出さんばかりのバター、インゲン、コーン。サラダより今先に重々お肉からちょっと行きたい気持ちがもう流行ってます。申し訳ないです、これ。わっ、柔らか、あ、好きなやつ、すみません、もう好きです。はい、絶対だ、これ。この感じ、好きなやつだ。うわ、うわ、
一口目ステーキソースなし、極上、もう極上、すっぴんがうまい、すっぴんの時点で超綺麗、味の深津絵里さんだ、そのくらいね、流れる肉汁いかがでしょうか。なんでしょうこの光景、どん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 流れてコーンをうまくしてます。ではステーキソースいっちゃいましょうかね。うわーこれ また流れ流れるね、本当に流れ物だ。さすがビーザキッドさん、とにかく柔らかくて厚みはねそれほどないんですけども、迫力満点な肉汁あふれ出してくるうまステーキでした。醤油ベースの強すぎず弱すぎずの絶妙なラインの味わいのソースでございまして、めちゃめちゃだよ、心打ち抜かれたよ、味のヒットマンよ。でバターもグッともらっちゃいましょう。いやこんなうまいもの深夜に食べていいの、ありがとう。この時間にお肉といただくバター、うまっ。なんかさ子供の頃もさ普通に放課後に友達とゲームするよりもお泊まり会とかで深夜にさ桃鉄やったりしてる時の方が超楽しかったじゃん。その感じに近い夜中のバター、うまっ。メキサラダは辛いとかじゃないんですね。白菜とキュウリとコーンとかが入ってるんですけども、辛さとかじゃなくてもう酸味ですっきりしたサラダっていうイメージもあるくらいのやつ、うんうん。でトマトもねちょこちょこ入ってたりしまして、辛かったらさせっかくこんなに美味しいステーキの味を味わう余裕が下になくなってくるかもしれないですけども、そういうことじゃなくて一回一回リセットしてまた新たな気持ちでうまいって感じられるようになるようなサラダでございます。夜中だから、うん、よりうまいんじゃないかシリーズで、はい、ニンニクね、ちょっとはい、はい、ちょっともうやっちゃったよ、もう後戻りできませんよと、もう戻れませんよと、味の桜田淳子さんですよとなっておりまして、にしてもこのステーキでかいな。でこの油の部分、ちょっとわがままな油の部分いいね、驚き渡るね、うまさが驚き渡るね、本当に美味しいな、体中の感覚がさえ渡るような気分になるようなうまさで、ご飯もすっごく美味しい、ふっくら炊かれていながらもギュッと、なんかこのボリューム以上にギュッとしてる感じもあって、お肉にベストな食べ応えを添えてるイメージ。いやこのステーキはパワーがつくし元気がみなぎる感じするし、本当にありがたい感じはするけども、よく考えたら時間的にはもう帰ったら寝る時間だから元気出してどうすんのっていう感じでもある。そこ矛盾してる、何でしょうね、このハイボールは太らないから飲むって言ってる人がもう初めから太ってるみたいな、なんかその矛盾みたいな、そういう矛盾も感じながら、やっぱでも深夜ステーキってワクワクするもんね。うまい。このコーンもお皿の上でのさ、いろんなエピソードを受け継いでさ、だから肉汁、ニンニク、そして脂身の部分がすぐ横にあったから、その脂感であったりとかバター感全部もらって、すごい究極進化してる、ドラクエでスライムにいろんなスキルつけてる状態みたいな、でレベル99まで上げたみたいなやつになってる。
はい、ごちそうさまでした。というわけでビリーザキッドさんにてステーキ食べてまいりましたが、いや本当に美味しかった。めちゃくちゃもうちょっと脳天からちょっとうまさが突き抜けるくらい美味しかったな。あの音楽の先生がさ言ってましたよね、声を出すときはなんかこのここから声を出すくらいの気持ちでなんか声出してくださいみたいな意味わかんない、うん、なんか教えありましたけども、そのくらいそのここからうまさが突き抜けちゃうくらいうまいステーキでございましたし、お店のコンセプトもバッチリ、店員さんのすごく優しい笑顔もすごい素敵でしたし、めちゃくちゃいいお店でしたし、人気ある、こんな夜中なのに人たくさん来るんかいっていう、そのびっくりもありますよね。この時間帯にやっぱステーキって食べたい人いるんだね。僕も食べたかったけども他にも食べたい方いっぱいいて人気あるんだって、やっぱその嬉しさ、みんなとこの時間にステーキ食べてるねっていうのを時間を共有できる感じ、すごく楽しかったです。本当に美味しかったですし、おすすめのお店でございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、ロージャさんからのコメントで、登録したのにマッチングしません、ここって詐欺ですか。いや詐欺とかじゃなくて、そういうアプリじゃないの、このチャンネルだから、このチャンネルのコメント欄をそのマッチングアプリと勘違いするのやめてください。誰ともマッチングしませんよ、おそらく。ニューセリさんからのコメントで、食編に逃げると書いてハイジーと読みましょう、やめてください、ほんとやめて、あの僕のためにね新しい漢字生み出すのやめてください。しかも不本意な形で、僕も生み出されたくないから、うん、食塩逃げる、食い逃げキングとしての名を轟かせたくないから別に。黒猫さんからのコメントで、ハイジーさんはお笑い王ですか。そんなわけない、お笑い王のわけがない、お笑い王のチャンネルのコメント欄がこんなことになるわけがない。岩切玲さんからのコメントで、ハイジーに比べたらブーメランはまっすぐな板、ほら言ってるじゃん、お笑い王だとして、本当にねお笑い王だったとした時に、そのお笑い王がこうやって配信してるコメント欄でこんないじられ方しないでしょ。ブーメランより曲がってます、そんなにブーメランが板に見えちゃうくらい極曲がりしてます。中村敦史さんからのコメントで、楽天でブルママスクが990円送料別で売ってました、お願いします買ってください。ないよそんなの、ブルママスクなんて、ブルマの形したマスク売って買う人絶対いないから、商品化されるわけがないからって思って、一応楽天で調べてみましたら、なんかね、クレーブルマスク用フィルタークレーブルマスク用フィルターというものが990円で売ってました。だからクレーブルマスクだ、ブルマスクと捉えていいのでしょうか、よくわかりませんけれども、このクレーブルマスク用フィルターが330円で送料が660円で990円なんです。だからブルマスク超安。そして本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。タンタランタ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 ランタ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 カタカタカタンタカタカタカタンタカタン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 タカタカタカタンタカ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 タンタカ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 タ千葉県警が優秀なんですね。そういうわけじゃない、千葉県警のね方々がね、すごく優秀で食い逃げの取り締まりに卓越してるから行きたくても行けないとかじゃないから、千葉行きます、割と近々行きます、お待ちください